ここはどこですか？僕たちが初めて一緒に歩いた場所。あなたは誰ですか？君の夫だよ。覚えてない？わからない。でも知ってる気がする。僕とここで初めて会った時のことは覚えてる？わからない。でもあなたを見たことがあります。あの頃僕はどうしたら君に会えるのか、どうしたら君と話せるのか、いっぱい考えてた。君の友達や友達の友達、いろんな人に相談したよ。それでやっと初めて会える日に僕はすごく舞い上がってた。そうだったんですね。でもごめんなさい、覚えていません。実を言うと今もそう。もう会えないと思ってた君にまた会えた。真央と結婚して子供ができて、そして真央を失った。私も何かを思い出したような気がします。私の中にもあなたを失って悲しいという記憶があります。そして謝りたいという気持ちが。でもそれはあなたにではなくて。うん、僕たちの娘、名前はあやみ。あやみ。僕たちはあの子を残して死んでしまった。僕の方が傷が軽かったのかもしれない。と言っても二人とも死んでしまったけど。多分これはあやみだね。僕たちの脳に残ってる記憶をあいつが見てるんだ。記憶の補完が見られます。二人とお話しされますか？しばらく二人にしてあげて。